今回は、交際が報じられている森田美里さんと片山晋三さんの相性を見てみます。相性診断の画面で、まず森田さんを呼び出します。次に片山さんを呼び出します。 二人の診断を実行をタップしますポジティブな面からお二人の相性を見ています二人は日種本命でお互いが相手を本命と感じ正式な相手であり本気の関係ですお互いの漢合は3つあり非常に仲の良い関係です十二運は二人が同じ艦隊を持っているので 価値観が一致しやすいです。森田さんの長考要人、カノトが片山さんの年中に、片山さんの長考要人、水野が森田さんの年中にありますので、相思相愛の関係です。次に、ネガティブな面について見てみます。 二人はお互い自分の空房が相手の知識にあるという互換空房です。年中の場合は影響が弱いと表示されていますが森田さんの空房虎が片山さんの月中知識に片山さんの空房牛が森田さんの日中知識にありますので完璧な互換空房です。 五感空母とは共倒れの最悪の関係で腐れ縁とも言います。森田さんは日人に吉祥星要人があります。これは日人といいパートナーをこくすことになります。また超未用でもありますので仕事を辞めて家庭に入るとろくなことにはなりません。 結婚は遅ければ遅い方が良いです。以上まとめると、お二人はお付き合いする上での相性は抜群に良いのですが、結婚すること、一緒に暮らすことはあまりお勧めできません。ちなみに森田さんは超未央で日陣を持ち、月子元明・印刷、月中転換通編偏在ですので、 女優としてはこれからも伸びていくと思います。今回はここまでです。